皆さんこんにちは。県立岐阜商業高校吹奏楽部です。Thank you.
ありがとうございました。オープニングにお届けした曲はリトルマーメイドメドレーでした。改めまして皆さん、こんにちは。本日は富加町メイン祭りにお招きいただきありがとうございます。精一杯演奏いたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。次にお届けする曲は、見た目は子供、頭脳は大人でおなじみ名探偵コナンメインテーマです。アルトサックスのかっこいいソロやスピード感あふれる演奏をお楽しみください。指揮は本校吹奏楽部顧問、栃井克也先生です。ここで私たちの紹介を少しさせていただきます。県議賞吹奏楽部は各種大会への出場、地域イベントへの参加、夏の野球応援を3つの柱として活動しています。春から夏にかけては吹奏楽コンクールに向けて、夏から冬にかけてはマーチングの大会に向けて練習に励んでいます。先月行われたマーチング東海大会では19年連続の金賞を受賞し、全国大会への出場が決まりました。今後は全国大会で金賞を目指し1位を取ることを目標に練習に励んでまいりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。次にお届けする曲は、若い世代を中心に絶大な人気を誇るシンガーソングライターあいみょんのマリーゴールドです。2018年にリリースされたこの曲は多くの人々の心をつかみ、あいみょんの楽曲の中でも特に人気の高い一曲となりました。ゆったりとした曲調に合った吹奏楽の豊かな響きをお楽しみください。
ありがとうございました。次にお届けするのは赤い鳥の楽曲翼をくださいです。この曲は主に小学校や中学校の合唱曲として親しまれています。一度は耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。今回は1年生と3年生の合唱とともにお届けします。知っている方はぜひ一緒に口ずさみながらお聴きください。Thank you.
名は、うん、だ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 。最後、三つ目です。両手を大きく回して、右を向きます。もう一度、両手を大きく回して、左を向きます。それでは3回、2回続けてやってみましょう。せーの。回して右、回して左、回して右、回して左。皆さん、3つのパターンは覚えましたか？一度、ドラムセットのリズムに合わせて練習をしてみたいと思います。まずは左手を右側に出して、次に右手を左側に出します。それでは行きますよ。せーの。右左右左。次は手拍子をします。せーの。うんたん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 。次は両手を回して右を向きます。せーの。エビとカニのポーズを紹介したいと思います。まずエビのポーズがこちら、カニのポーズがこちら。曲の中に出てくるので、どちらか好きな方を選んで、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは皆さん、準備はいいですか？いきますよ。エビカニクスです。どうぞ。まずは頭の上で手拍子をします。リズムはうんたんうんたん。うんたん。まずは左手を右側に出します。
ラストを飾る曲は宝島です。皆さん手拍子で盛り上がりましょう。
ありがとうございました。皆さん、今一度大きな